医薬とは、肛門や膣に挿入して用いる医薬品の製剤である。医薬品を機材に均等に混和して、一定の形状に成形して、肛門、または膣に適用する、半固形の外用材で、体温により溶けるか、軟化するか、または分泌液で徐々に溶けるもしくは分散されるものと定義されている。通常、油出性機材、浸水性機材を機材とし、 必要ならば入荷剤、見学化剤などを加え、これに有効成分を加え、混合して均等にした後、適当な形状に固化、成形する。溶解法、冷圧法、思考法によって調整される。本来、座の文字を使うが、常用漢字表に掲載されていないため、座の文字を使い座剤、あるいは座薬と書かれることもある。英語では、 すっぽしトリエと言い、下に置くという言葉から来ている。機材には、常温では固体であって、直腸内などで速やかに誘拐し、有効成分を放出するものが求められる。また、適応分への刺激がないこと、アレルゲンとならないことも重要である。座材が直腸から上脈に吸収される経路。肛門座材の中には、全身作用を目的とするものがある。 座材を用いる利点としては次のようなことが挙げられる。ありがとうございます。